どうも誠です。今回なんですけども、ホヨバースの新作ゲーム『前列ゾーンゼロ』のゲーム内楽曲の演奏と、その演奏後に実際ゲームプレイしながらゲームの紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。じゃあ早速いきます。じゃあ実際に前列ゾーンゼロやっていきたいと思います。個人的にも結構やってるゲームの一つで、でね、ホヨバースの過去作品もやってたんで、このタイアップ企画いただいた時めちゃくちゃ嬉しかったですね。やりますみたいな。でまあジャンルで言うと何なんですかね、アクションロールプレイングになるんですかね。この街探索してクエストの依頼受けたり、あとはいろんなイベントが発生するんですよね。誰もおらんな、ちょっと昼間やった方がよかったな。まあいっか、戦闘いきますか。やっぱメインはこのゲーム戦闘なんで。で僕クローズデータベストクローズドベータテストの時からやってて、でかなりゲーム性能とか機能改善されててめちゃくちゃ面白くなってますね、そのベータの時から比べると。じゃあ早速この2つちょうど空いてるんで、作戦と悪戦やってみますか。さすがのホヨバースさん、このやっぱキャラの作り込みがね、何なりと触りたい。ダメ。この美術とこのボイス。ご飯は出る？じゃあトヤにかかれば万事解決。うーん、ひれ手入れしないと。いやいいですね。 GO。 これグローバルダウンロード5000万とか超えてるんですかね。すごいっすよね。じゃあちょっとこのゲームいけるかな、喋りながら。結構集中型なんですよね。エンブレムね。会心が出た時、あ、オッケーオッケー、なるほどね。このキャラ基本ダッシュして氷貯めて、でこのキャラチェンジして攻撃していくのが強いんですけど、これしないと勝てないぐらいの。あと敵の攻撃に合わせてパリーみたいなのあるんですけど、それがめっちゃ強いんですよね、このゲーム。あ、これダメや、これちょっとちゃうな。これがめっちゃ強くて、いかにこれを狙えるかっていうね。これねこれかわしいの。こいつ補助キャラなんで、ちょっとこいつに変えて、でこのコンボが強くて、これでいかにダメージ与えるかみたいな。
で、これは必殺技ね。お帰りなさいませ、ご主人様。お、強っ。え、そりゃほら、もう一瞬で削れるんですよね。そろそろしない。よし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 、どうすか、このアクション性やばくないですか。スマホゲームなんですよ、これ。で、プラットフォームがスマホと PS5 と Windows かな。で、クオリティがすごいっすよね、やっぱ。なんてなんて、見てなかった。あ、まあ、いっか。15回未満。なるほどね。ちょっとガチっていいですか。了解。ああ、ちょっと待って。このエレンダッシュめっちゃ早いんで、これしてるだけで食らわないんですよね。ほら、あ、え、ちょっと待って、ちょっと待って、はい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 、よし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 、もうゴリ押しゴリ押し、こういう時はゴリ押し。あ、黙っちゃうな、このゲーム。ちょ待ってや。このよし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 、そう、こう、まあ、進んでいって、またこのエリアで敵が出ますと。出ませんと。出ますね。うわ、これ強いな、多分。ちょっと待ってや、もっと優しいクエストにしたらよかったな。ターゲットを排除する。お悩みお悩み飛んでけ。オッケー、いいね。今このダウンしてるんで、この時ダメージ上がるんですよね。今のうちにゴリ押しで。どけ。ほい。ほい。くる、ほい。おお、かっこいい。食らってる、はい。ターゲット確認。よしよし、もうこれ勝てんじゃん。よし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 、まあこんな感じですね。結構アクションすごいんで、アクション好きな人にはかなりおすすめですね。あと、この世界観もいいんですよね。このノスタルジックというか、このビデオテープあったり、ブラウン管テレビあったりみたいな。ちなみにこの主人公、このビデオ屋の店長なんですけど、でなんかコンピューターも得意で、そのプログラミングみたいな感じでデジタル世界に入って任務を遂行するみたいなストーリーなんですけど、じゃあどうしよう、最後にちょっと難しめのやつやって、それノーダメージでクリアして終わりますか。じゃあ先の悪戦ってやつですね。氷が敵弱点なんで、これをやめて、ランカンス、ライカンス、ね、あなた様のために。これも S キャラなんですけど、これで全員氷でレベル40なんで、まあいけるでしょう。 GO。 このゲームね、ストーリーも結構ボリュームすごくて、かなり作り込まれてるんですけど、でも苦手な方もね、スキップしてアーカイブで後から見直すっていうのもできるんで、そういうのいいですよね。会心ダメージ 20%。 OK OK。よっしゃ、じゃあノーダメージでいくか、せっかくやからね。もうこんなん走って走って、もうすぐ、もう叩いたらすぐ走るみたいな。叩いて走る。よし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 、エレン、はいはいはい、交代しましょう。あとね、このゲームね、結構メインストーリーだけやと難易度結構優しめなんで、アクション楽しみたいっていう人、ある程度進めるとそのハードモードとか出るんで、そうなるとね、結構ちゃんと回避とかこうコンボとか組まないとクリアできなくなるんで、正直ね、これね、ゴリ押しで多分いけるんですよね、ストーリーとかやったら。こんな感じでもう連打してるだけで結構ある程度コンボ出るんで、
よし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 、ほいほいほい、やっぱ連携コンボをいかに出すかなんだよね、このゲーム。あ、ちょ待って待って、やばい、ちょ待って、まあいいや、ちょ待って、ちょ待って、ちょテンパってるわ。まあいいわ、とりあえず続けますなるべくノーダメージでいくか。じゃあな、ちょっと一応困難モードなんで、これ多分、あ、困難じゃないか、あ、でも困難って返したよな。一応このエレンがアタッカー でこのライカンがそのコンボにつなげるためのまあ撃破っていうんですけど、で、あとこの青いやつが支援キャラなんですよ、補助みたいな。だまずこれで攻めの、あ、ちょっと待って、セーフ、ご主人様。そう、この時無敵なんで食らわないですよね。もしもし、安心してください。え、え、ちょっと、はいよ、はいはいはい、パリー、そう、だからいかにランカンでこのダウン状態に持っていくかなんですよね。じゃあダメージ倍率めっちゃ上がるんで、これ今 235% なんだから一瞬で死ぬんですよ。よしよしよし、次ボスかな。お、またアイテムある。じゃあ会心ダメージアップ、よしよしよし、まあ、この辺はだ雑魚っすね。この次ぐらいかな、ボス。ランカンがためなんですけど、ためが慣れてないんですよね、まだ。長押しっていうのがね。押し、オッケー、クリア。次多分ボスじゃないですか、これ雰囲気的に。あ、2人か、ちょっと待って、あ、危ない、ギリギリ、トルネード、はい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 、面倒のが、これこれ、エレン交代しましょう。オレンジ出えへんパターンあんねや。この攻撃するときに敵絶対赤く光るんですよ、オレンジか赤。かしこまりました。これ出ないパターン、ちょっとさすがにわからんな。こうやって多分は、ただいま、ほら、こう待ってると、え、ほら、え、それは分からんって。清潔にします。こういうセオリーはまず一人を倒すってことですよね、数を減らす。ほら、え、え、ちょ、ちょ、まず黒から行こう、黒から、黒倒そう。やばい、下手ってバレる、ちょ待って、どうか落ち着いて、いけるいける、白じゃなくて、やばいわ。もう一回いけるやろ、あ、なんか死んだ、黒いや、もう一人になったらさすがにそんな、あ、早、めっちゃ強っ、あ、終わった。やっぱあれやね、ダウンさしたらすごいダメージ通るから。はい、いや、このスマホでやっててもあのアクションの見応えがすごいし、あとさっきも言ったんですけど、やっぱストーリーが結構ね作り込まれてて、こうキャラ一人一人の結構か、私気が短いんだ、見ればわかるよね。そう、なんかこう立ち止まってる時に喋ったりみたいな。いや、さすがこのホヨバースの作り込み度というか、こだわりがすごいんですよね。ギター弾いてその後にゲーム実況みたいなスタンスが初めてやったんで、このゲームの良さが伝わってるのかがちょっと不安なんですけど、まあ、本当に面白いんで、ぜひあの気になる方はダウンロードして遊んでみてください。あ、ほんで最後に、その今ガチャ100回無料で回せるチャンスもあるんで、コメント欄のリンクにURL 貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。じゃあそんな感じで終わりだと思います。では。